ゲームオフ。ダーイ、やった、先行。小悪魔デッキといえば先行、まあ、小悪魔デッキって決まったわけじゃないか。俺は小悪魔スリーブを小悪魔デッキで使うという癖がある、癖があるっていうか、なんていうか。あー、どうしようかな。スタンバイ、ウィンフェイス、ワンフォワン、うむ、てか、だからバランサーロードを捨ててこかそう。あれデッキはレベル1モンスターを取得しようか。いや、警戒しろ。あれはきっと、あれはきっとサイバースの皮をかぶった小悪魔だ。わからんぞ。フォーマットスキッパーを得意召喚。出た出た。フォーマットスキッパー1体でリンク召喚。レベル4以下の。召喚条件はレベル4以下のサイバース族モンスター1体。あらら、サラマングレート、ベイルリンクス。ベイルリンクスのリンク召喚成功時、効果発動。そして、さらにリンク素材となったフォーマットスキッパーの効果も発動。よろしいか？オッケー。あの、サイバースホワイトハットを手札に加えるんだろう。なんでそんなクソザコモンスターを手札に加えなきゃいけない。クソザコでもねえぞ、お前。ドイツデッキだったらどこでも出てくる。ポンと。サラマングレートサンクチュアリを手札に加え、さらにフォーマットスキッパーの効果でパラレルエクシードを手札に加える。サラマングレートサンクチュアリを発動、okay. ベイルリンクス一体で転生リンク召喚。ベイルリンクス、パラレル、サラマングレートベイルリンクス。そしてリンク召喚に成功した時、パラレルエクシードの効果発動。リンク先に特殊召喚することができる。さらに特殊召喚成功時、敵からパラレルエクシードで特殊召喚することができる。そしてパラレルエクシードはパラレルエクシードの効果で出たときにレベル4になって攻守が半分になる。つまりこうやって出すとレベル4モンスターが並ぶということは、エクシーズ召喚、レベル4モンスター2体、あられろ、フレシアの小悪魔。ほらやっぱそうじゃん。ほらやっぱそうじゃん。ほらね、このパラレルエクシードのおかげでね、ランク4組みやすくなったんで、うん、本当はね、ここはあのなんだ、セラの小悪魔だったら一番良かったんだけどね、うん、そううまくもいかないというか、パレルエクシードサーチするところから始まったということですね。そして俺は通常召喚トリオンの小悪魔。ほらやっぱり効果発動。落とし穴カードをサーチする。狡猾な落とし穴ねえぞ。スーパートリオの効果も一体でリンク召喚。まずあれをひょいひょい、あれをひょいひょいするところからしかところから始めないといけないのか。セラの効果もちょっとね、盤面汚ねえけどな。まあ新ルールだったらこういうこともできますよということで、うん、そして私はカードを3枚セットしてターン終了。さあ、狡猾をどうひょいひょいするか。ドロッ、スタンバイメイン、はい、よ。なぜかカードが上下逆だ。手札がない。まずはグラディアルトレーナーから入りましょう。いいでしょう。レベル4以下のグラディアルビースト手札、アクエルにすれば大丈夫。あ、なるほど。魔法罠を止めてくるあいつね。そう、魔法罠を止めてくるあいつ。いくぜ、団結するグラディアルビースト発動。何、まだ墓地にも、あの、それ墓地から戻せる、墓地からも戻せる。おいおい、アド失うな。3枚をデッキ戻す、も戻す。アグストル、ラクエル、ホプロムス、あの、特殊召喚で、ヘラクレイノス、特殊召喚。はい、バトルだ。いいだろう、ならばバトルフェーズスタートステップに狡猾な落とし穴を発動。探すな探すな。無効にさせていただく。まず、まあ、対象をまずは取る、うん、いいのか、まあ、こことか言うかもしれない。そうか、手札を無用にせて、まあ、なんだっけ、ヘラクレイノス。ヘラクレイノスと、まあ、じゃあ一応セラの小悪魔ってとか、セラの小悪魔は、そっか、落とし穴効果でリンク召喚したモンスター、このモンスターはトラップカードの効果だ。で、ヘクロ破壊してやる。ヘラクレイノス、ヘラクレイノスの効果、手札から、カード1枚捨てて、マジックトラップの効果を無効にする。ならば、そのチェーンに対して、チェーンホール発動。単1だっけ、これ。単1じゃない。じゃ、チェーンホールにチェーンして、ヘラクレイノスを発動。ならば、フレシアの小悪魔。
デッキからこのターン特殊召喚されたモンスターが効果を発動するときにそいつを無効して破壊することができるという、この小悪の落とし穴を墓地を食って同じ効果。リジェクション普通に発動した方が良かったのでは。そして一連の効果処理が終わった後、通常トラップが発動したことによるセラの小悪魔のこっそり発動した。フィールドに同盟カードのいない小悪魔モンスターを特殊召喚することができるので、何でもできるじゃんこれ。メインデッキに入ってるカードないもん一枚も。カズラの小悪魔を特殊召喚、ここまでじゃ、ここまでじゃ。まあ僕もね、これ突破力はないんで。そうよね。じゃあドローもらいます。ドロー。スタンバイ。すげえね、ほら、あのホプロムス引いて守備表示で耐えるかもしれないし。トリオの小悪魔を通常召喚、5月を。落とし穴カードまたはホール通常トラップをっていうふうに加える。底なし落とし穴を加えるぜ。エクシーズ召喚。レベル4モンスター2体。現れろ。アロメロスの小悪魔。このカードのエクシーズ素材を2つ取り除いて発動することができる。なんと自分の墓地から昆虫族または植物族のレベル4モンスター1体を恨んで特殊召喚することができる。まだ死なない、まだ死なない。トリオンの小悪魔復活。3800の、そして小悪魔モンスターも効果発動したことによるセラの小悪魔の効果発動セットするぜ。4600奈落の落とし穴をセット5000。まあバトルフェーズな、これが一番打点出るわ。500、うん、500、800、1600、2200、まだ死なない。そうカード1枚セットしてターン終了。しかしなあ、これ1500以上引いたところで奈落で落ちてしまうだからな。ドロップ、スタンバイメイン。奈落とそこの島で終わってるやつ。ラクエルを攻撃表示しようか。やっちまったなお前な。奈落に落ちろー。ターンエンド。セラの小悪魔の効果発動。奈落を再セット。ティオの小悪魔の効果で俺もだ。どう小悪魔怖いよ。それはね、それは手札融合したらそうなります。そうなりますわね。手札融合したらそうなります。ただの古式ゆかしい融合だったから。